ゲートインスタンドから見て左手、4コーナー回り切ったところ、最後は13番ピースオブザライフ収まって係が離れました。スタートしました。フォント内2番のグラストンベリーが好スタート、好ダッシュを見せています。その外で4番のスノーグレース、ジョッキー促しています。さらには6番のミファボリート、そして9番のリアグラシア、その後10番のヨリノサファイアが続いて、インコース3番名称オーロラ、1番のフォレストキャット、スタンド前を通過していきます。この馬群に5番のスマートムーランも取り付いて、イワシンがいて11番ラニカイは内ラチ沿いにつけました。その後13番ピースオブザライフ、12番レリジールダモーレ、1コーナーカーブを回っていきました。さあ先手は2番のグラストンベリーです。リードが1馬身、2番手4番スノーグレース、2コーナーカーブ、2馬身差で6番のミファボリートは3番手、1馬身半、インコース1番フォレストキャット、外並んで3番名称オーロラ、9番リアグラシア、ここは広がりました。向こう正面に出て 1000m 切りました。これらの後ろに5番のスマートムーラン、馬群の中から13番ピースオブザライフ、インコース11番のラニカイ、外は10番ヨリノサファイアが続いていって、最初の 1000m は1分1秒3のペースになりました。後方から3投目、12番レリジールダモーレ、そのうちは8番のプメハナ、最後方7番のフレンチギフトです。前は3コーナーカーブを回って600を切りました。2番グラストンベリーに並んでいく4番スノーグレース、さらに外ジョッキー促して6番ミファボリート、前は3頭広がってきました。3馬身がいて内をさばいた13番ピースオブザライフ、一気に4番手に進出、外へと持ち出して、さらには3番名称オーロラ、第4コーナーから直線、今度は6番ミファボリートが先頭に変わるか、4番スノーグレース、これを追って13番ピースオブザライフが3番手から前に通って200を切りました。そして後方からは7番のフレンチギフトが末足を伸ばしてくる。先頭わずかに6番ミファボリート、打ち食い下がる4番スノーグレース、外から13番ピースオブザライフ、さらに7番のフレンチギフトですが、ミファボリート降臨、2着4番スノーグレース、いっぱいいっぱい粘ったか、強襲7番フレンチギフト、2頭の間13番ピースオブザライフ、